まさかオンボロ領の奴らがオクタビネルに逃げ込むなんて。魔法の絨毯まで盗まれちまった。もしこれが領長にバレたら、どうする。とにかくまずはジャミル副領長に相談してみよう。こんにちは、お邪魔します。うわー、あっつ、マジ真夏じゃん。昨日俺たちをボコボコにしたオクタビネルの奴ら、スカラビアに何の用だ。ああ皆さん、昨晩は失礼しました。皆さんがか弱い動物を一方的にいじめているように見えたものですから、心優しい僕はとっさにかばってしまったのですが、よくよく話を聞いてみれば、オンボロ領の二人はスカラビアから魔法の絨毯を盗み出した窃盗犯ということが分かりまして、間違いに気づいた僕は責任を持ってこの窃盗犯を引っ捕らえ、魔法の絨毯をお届けに上がったというわけです。不本意なんだぞ。それはご協力ありがとうございます。おい、お前たち、そろそろ朝の特訓の時間だぞ。集合に遅れるとまたカリムに。おや、ジャミルさん、こんにちは。ご機嫌いかがです。アズールアーシェングロット、それにリーチ兄弟、一体なぜここに。僕たちの故郷は冬は帰省が困難な立地でして、毎年ホリデーは寮で過ごしてるんだ。なんだって。ところでカリムさんはどこにいらっしゃいますか。魔法の絨毯をお届けに上がったのですが。え、あ、ああ、届け物なら俺が預かろう。いえ結構、この魔法の絨毯は国宝級の一品です。後々傷などが発見されて、オクタビネルの奴らのせいだなどとクレームをつけられては困りますから、直接カリムさんにお渡しして、しっかりと検品していただきたい。カリムはそんなことは気にしないはずだ。だから俺が預かって。ご安心ください。落とし物の 20% に当たる放浪金を要求したりもしませんから。昨晩スカラビアの皆さんに働いた無礼についてもお詫び申し上げたいですし、手土産のシーフードピザも持ってきたし、とにかく絶対に直接会ってお渡ししたいのです。彼はもう起きていらっしゃいますよね。だから今日は都合が悪いと。勝手に入っていくな、アズール。さ、監督生さんも参りましょう。遅れないでついてきてね。オクタビネルの奴ら、なんつう強引さなんだぞ。